十二夜。十二夜、十二夜、トゥエルフスナイト、オアホアというウィルは、イギリスの劇作家、ウィリアム・シェイクスピア作の喜劇である。副題は、魚意のままに、を意味する。1601年から1602年頃に、クリスマスのシーズンの終わりを告げる十二夜で、上演するために書かれたと考えられているが、劇中に十二夜の行事に関わるようなセリフはない。この芝居は、 双子の兄弟であるバイオラとセバスチャンが船のナンパで離れ離れになってしまったことから始まる。バイオラは少年に変装するが自分が使えているオーシーの公爵に恋をしてしまう。オーシーのは伯爵家の令嬢であるオリビアに恋をしているがオリビアはバイオラを男だと思い込んで思いを寄せるようになってしまう。マッテオ・バンデルドの物語に基づくバーナビー・イリッチの短編。 アポロニアスとシーッタの物語を部分的に織り込んでおり、音楽やバカ騒ぎにあふれた芝居でもある。記録に残っている最初の上演は1602年2月2日、暦の上でクリスマスの時期の正式な終わりであるキャンドルマスの日のものである。1623年にファーストホリオに入るまでは一度も出版されたことがなかった。登場人物。バイオラ、シザーリオ。 物語の主人公。シザー・リオはダンソ装ジの名前。オーシーの公爵、バイオラの使えるイリリアの公爵、オリビアに求婚。オリビア。イリリアの伯爵霊嬢、サー・トービー・ベルチ。オリビアのおじ。サー・アンドル・エギュチーク。オリビアの求婚者。マライア。オリビアの次女。マルボー・リオ。伯爵家の出事、 フェステ。白尺家の同化、セバスチャン。バイオラの双子の兄。アントニーをセバスチャンの友人。舞台。ジューニアの舞台である。イリリアは、この芝居のロマンティックな雰囲気に重要な貢献をしている。イリリアは、バルカン半島の西側の地域に古代に存在した、国名である。アドリア海の東側の海岸が古代イリリアの一部であり、 この海岸という設定が芝居にとっては重要である。この海岸は、現代の国名で言うと、北は、スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、南は、モンテネグロ、アルバニアまでをカバーする地域である。ラグーサ共和国はここに含まれ、おそらくこの辺りが舞台として想定されている。あらすじ。双子の兄弟セバスチャンとバイオラの乗った船が嵐に、愛、バイオラは、 イリリアの海岸に打ち上げられる。彼女は、消息のわからない兄を死んだと思い、身を守るため、兄そっくりに断層して、シザーリオと名乗り、イリリアの公爵であるオーシーノに故障として使える、ことにする。オーシーノは、白爵の娘であるオリビアに恋をしていたが、兄のもに服したいという理由で、彼女に断られ続けていた。シザーリオ、すっかり気に入ったオーシーノは、オリビアに、 自分の気持ちを伝えるよう命じる。密かに、ーシーのに淡い思いを抱いていたバイオラは、その命令に苦しむが、故障としてその務めを果たす。ーシーのの思いを拒むオリビアだったが、死者としてやってきたシザーリオに心を奪われてしまう。それに気がついたバイオラは、実る、はずのない自分へのオリビアの思いを、ーシーのへの自分の思いと重ねて悲しむ。一方、 死んだとバイオラが思っていた双子の兄セバスチャンは別の船の船長アントニオに助けられており彼と共にイリリアにやってきていたアントニオはセバスチャンを気に入っていたがオーシーノと過去に因縁がある関係でセバスチャンと別れて人目につかないよう行動していたオリビアにはオーシーノの他にも求婚者がおりオリビアのおじトービーの遊び仲間であるアンドルーもその一人だった 愛しいオリビアが、公爵の故障に熱を上げていると聞いたアンドルーは、トービーにそそのかされて、シザー・リオに決闘を申し込む。シザー・リオは仕方なくその決闘を受けるが、シザー・リオのことを、セバスチャンだと思い込んだアントニオが割って入り、決闘を止める。その後、警備員に捕まってしまうアントニオだったが、バイオラは、彼が自分のことをセバスチャンと呼ぶのを聞いて、兄が生きていることを知る。 その頃、イリリア見物をしていたセバスチャンは、偶然に、オリビアと出会う。セバスチャンは見ず知らずの美しい姫に求婚されて、夢ではないかと戸惑うも、その申し出を受け入れる。オリビアは、シザー・リオに、それまで、堅タなに拒まれてきたこともあり、相手の気が変わらぬうちにとすぐに結婚式を挙げる。その後、オリビアと出会ったオーシーノは彼女に求婚するも、いつも通り断られてしまう。 さらには、彼女が、自分の故障を夫と呼ぶのを聞いて、裏切られたと思った OC のはしざーりを逃げ気度する。身に、覚えのないバイオラはそれを否定するが、今度はオリビアが裏切られたと叫ぶ。そんな口論の最中に、セバスチャンが現れ、一同は驚く。バイオラとセバスチャンは互いに蘇生を確かめ合い、生き別れになっていた兄弟と知る。バイオラを男と思って求婚したオリビアは恥じるが、 オリビアもセバスチャンも互いに悪い気はせず、一方のオしいのはシザーリオが女だと知り、改めて求婚する。こうして二組のカップルがめでたく誕生する。物語の終わり。ありがとうございました。